はい、皆さんこんばんは。鉄遊戯王チャンネルやってまいりました。本日は192回放送ということで、今日は12月の最初の放送、200回まであと少し、そして今年も数えるほどにというね、なかなかいろんなタイミングが重なる今日の鉄遊戯王チャンネルとなっておりますが、最初にですね、出してました鉄チャンピオンシップ事前予約の締め切り迫っております。鉄立ちリスナーの中にもですね、参加してくれる方いるかと思います。ぜひともですね、お早めに事前予約してくださいと忘れないうちに伝えておきます。はい、ということで本日も鉄遊戯王チャンネルよろしくお願いします。画面右上の赤い服着たメガネをかけた人がですね、トータルラジオのメインパーソナリティ、そして自称遊戯王の担い手、鉄と申します。鉄チャンピオンシップの主催でもあります。はい、それでは相方呼んでいきましょう。まずはこの人、シエルさんお願いします。はい、こんばんは。こんばんは。歌が発生しています、シェルと申します。よろしくお願いします。って言ってもわかんないじゃん。北海道です。北海道、北海道。はい、はい、シェルさん、あの地雷デッキって言われてますけど大丈夫ですか？大丈夫ですね。大丈夫ですか？はい、地雷ですね。北海道の地雷、地雷じゃない、うん、はい、そうですね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして最強無敵、今日はなんという冠を冠して出てくるのか、はい、この方を呼びしましょう。ミカさんお願いします。はい、どうもこんばんは。こんばんは。まあ、はい、この青い服着てる人が、ミカゾと言います。よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。まあ、アイコンがでかいですね。無敵最強と来てますからね。今日は何になるんでしょうね。最強って勝手に言われてるだけなんですけど。超最強とかにしますか。超最強。小学生みたいな。安直な感じでね。はい、ということで、すでにコメント欄の方で地雷デッキなどと言われてますが、本日もですね、先週に引き続き最近の流れですね、サイドカードとカードのピックアップですね、デッキのピックアップみたいな感じの番組構成となっております。最初はシェルさんのサイドカードのコーナーですかね。そうですね、はい、はい、年末鉄チャンピオンシップも近づいているので、何かいつも以上にためになるお話が聞けたらと思いつつ、そして三河さんの地雷デッキ、このね、環境が固まった中に一筋の光、その王者の牙城崩すような、そんな講釈をね、超最強帝に言ってほしいなと思います。はい、シェルさんのアイコンはこれ本人だそうです。はい、これ豆知識なんですけど、自分とシェルさんは直接会ったことはないんですよね。そうなんだ、ね、直接会ったことはないけど、多分よ、かなり喋ってるんですよね、このスカイプという。なんか喋ってる時間でなんかもうすごいみたいな、ね、もうランキングは結構上位というか3本の指入るんじゃねえかっていうぐらい喋ってるって。はい、ということでちょいネタ入りました。では、はい、北海道のシェルさんと超最強のミカロでお送りする第192回チャンネル、コーナーに行く前にタイトルコールを皆さんとしていきたいと思います。はい、パーソナリティがですね、鉄遊戯王チャンネルといってコーナーに行きますので、皆さんはですね、コメント欄の方から鉄遊戯王チャンネルとか鉄ラジとかですね、言っていただければと思います。はい、はい、ビデオ通話したらシェルさんの顔見れますね。はい、ということでじゃあ行きましょう。ミカさんいいですか？はい、よろしくお願いします。あ、超最強のミカさんいいですか？それはいらない。ああ、そうですか、わかりました。超再生、超再生は違う、超再生能力、はい、ミカロさんをリリースして、あ、もういいです。はい、それでは行きましょう。せーの、鉄遊戯王チャンネル、はい、行きましょう。よろしくお願いします。こんばんは。はい、よろしくお願いします。お願いします。コーナーは、あの、基本的にカードのコーナー、あの、最近はあのね、あの、帝さんのね、地雷デッキ研究所というコーナーでカードのコーナーを多分ちょっと被るけど、ちょっと被らない感じのことで言っていきたいと思います。最近のまあね、あの、テトラジのトレンドとしてね、あの、サイドカードというコーナーはこの公開
あの、させていただいております。そういうことなので、あの、本日もサイドカードについて、いきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。哲さん、画像どうぞ。何が来るかわからない。何でもいいですよ。何でもよくない。ワイトとかは。ね、じゃあ、コーナーのちょいちょい、こう、説明も兼ねるということで、はい。リスナーの方からのコメントも拾うことがたまにあります。それでですね、前回、前々回ぐらいかな、ちょっと上がったカード、こちら、どうでしょう。はい、おさるさんが驚いてます。はい、これすっぱ抜き、多分超最強三河さんが駆け抜けた後なんでしょうね、これね。はい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 、おさるさん2人がカードのカードね、基本的に書いてることがかなり、このすっぱ抜き出た当時、あの遊戯王をやってた方ならわかると思うんですけど、これちょっとなんか強くないみたいな感じで、普通にサイドカードとして使われていましたよね。マネールとかも、まあ、今、すごい環境の、トーナメントの、一つの、デッキとして、今、いた感じでしたし、まあ、最近ではあまり見なくなった部分もありますが、この感じで、まずは評価の方を、いきたいと思います。哲さんから、お願いします。これ3段階です。1、0から、0はないんですけど、1が、弱い。3が、良いみたいな。1、2、3みたいな。皆さんもね、ちょっとね、まあ、感じで思って、自分ならこうかなとか、思っていただければいいかと思います。哲さんの方から行きましょう。哲さん。はい。哲さんは大体、間を取る哲というね、評価をさせていただいているんですけど。はい。はい。哲さん強いと。はい。いや、もうシェルさんがすでに言いましたけど、書いてることは強いと思います。はい、そうですね、やっぱりカードは、カウンタートラップっていうのもありますし、除外っていうね、はい、効果まで最後に、そうですね、こうもう本当墓地からのなんか根本を断つとかね、なんかそんなイメージもあります。なるほど、はい、3環境に対しては、はい、ということでこの環境は間を取っての2なんですよね。はい、なんか大体その遊戯王のカードデザイン自体がですね、墓地を使うっていうそのところがありますので、はい、まあなんかそんなとこなんですよ ね評価のあれが。なるほど、飛び出ちゃった。はい、ということで、はいはい、そして汎用性に関してもちょっと同じような意味合いで間取って2ということになりました。そうですね、はい、強いんだけどちょっと今は特筆することがない、かといって弱いわけじゃないということで3-2-2ということにさせていただきました。なるほど、わかりました、ありがとうございます。なるほど、これは参考になりますね、かなり。はい、ございます。さあ次行きましょう。自分の方行きますね。強さに関していきます。強さ2と、強さ2、はい、環境に対してはそうですね、2、汎用性に対しては1という感じですね。強さっていう、これまあ出た当初はすごい強かったんですよ。やっぱりあまりやっぱりね、まあ、相手の手札の部分から妨害するっていうカードもあまりないし、そんなにあのね、カードプールはもう元から広いんですけども、やっぱ使える部分、まあ、なので、まあ、現状を見ると、まあ、ね、現状ものすごい強い罠が出ちゃってる部分もあって2ということで、環境に対しても使えるんですが、うん。使えるんですが、でもこれじゃなくてもいいかなっていう部分もあって、かなり揺れる部分で2としました。はい、3段階評価 で汎用性に対してはやっぱりこれはもう限定されすぎてしまう。現状であればマーメールみたいなデッキはね、また環境に一つあるのであればもうちょっとので、まあ1かなという、肩身が狭いですね。もうあれ禁止にした方がいい、通告とかああいうの禁止とりあえずそれから始まりたいみたいな。はい、そんな感じです。三方さん、お願いします。はい、強さが3で、環境が2、はい、汎用性が、はい、数字打ち間違えてますね。間違えてます。すごいすっぱ抜きしてますね、これ。はい、環境が2でよかった。環境が2で、汎用性が1ですね。はい。はい。やっぱりですね、このカードがですね、もうテキストがすごい短いと思うんですけども、はい、何でしょう、その分やっぱり、その、
局所的な強さっていうのがやっぱりあって、はい、このカードがあった時って、このカードが出た時って、天罰一択だったと思うんですよ。その手札誘発、例えばオネストとか。そうですよね、はい。計算時に打てるオネストだったんですけども、ああいうカードとか、まあ、墓地発動するマーメールとか、はい。カードに触れるカードが、もう、ほぼ限られていたのと、あと、止めようと思ったら、例えば手札誘発の話をすると、スケメだったり、禁止令だったり、その先に使わせないっていうカードしかなかったんですよね。はい。で、そういうのって、例えばサイクロンとか当てられて、結局その使われてしまったら、もう効果が通るっていうのを押し込めることしかできなかったんですけど、突っ抜きはその見てから使えるっていうのが、例えば相手がオネスト持ってるかどうか殴ってみる、そしたら実際持ってたってなったら、そこで打つっていう風にですね、相手の動き見てから、使えるっていうところで、すごいコントロール性能が抜群に高かった。今いっぱいですけど、はい。はい。まあそういうところで強かったりはしますね。はい。汎用性は特別高いわけではないので、やっぱ1位ってなりますね。で、環境の話で言えば、強いデッキってやっぱり、その、罵倒手札以外からカードを増やしてくるんですよね。墓地から、その回収とか、その今だとダメージジャグラーとか、悲願のカードたちとか、っていう風に、はい、そうしたところに使える以上は、やっぱり一定の強さを持ってるカードだと思うんですね。そうですね、はい。強さを保証されてるカードだと思うので、はい。このような数字になりました。なるほど。はい。こういう感じですが、皆さんはどうでしょうか。今、ちょっとね、味方さんが出たダメージジャグラーみたいなカード、ちょっと話ちょっとそれますが、ダメージジャグラー、絶対次ね、制限だと思います。もう勝手に先走ってますが、ダメージジャグラーとね、着ぐるみをね、どっちも制限にして、ちょっとね、自分、デッキ回してみたんですよ。ただ、相当弱くなってます。多分。それ、なんちゅう報告ですかこれ、っていうか、ノーマルカードをかけた方が、会社的にもいいだろうし。っていう。まぁ、ちょっと話めっちゃずれてすいません。はい、こういう感じなんで、抜き。まぁ、現状立ち位置狭いので、ワンチャンス1枚サイドに入れるぐらいな、環境によって、なんですけどね。こっちはなんかね、全然違うよみたいな。マメールめっちゃ多いよみたいな。そういう地域では、1枚入るか入らないかで、基本やらないかもしれない。次行きましょう。お願いします。はい、ということで、早速コメント欄から拾いました。サイドカードというには、ちょっとくくりが違ってはくるのですが、同胞の絆、選んでみました。はい。はい、ちょっとぶっこんな感じになりましたけど、はい、大丈夫ですか？先生大丈夫ですか？これも。大丈夫です。ありがとうございます。はい、一旦暑いなら、行きましょう。はい、ちょっと、はい、効果の説明とかしようと思っていいですか。ちょっとポイントを書き換えおきます。正確なテキスト、テッさん読んでいただければありがたい。まあそうです。はい、すいません。やばいね、これ。こういうのやっぱあるんですね。すごいですね。あ、じゃあテキストを読んでおきますね。はい。このカードを、はい、通常魔法ですね。このカードを発動するターン、はい、自分はバトルフェーズを行いません。はい。で、1の効果としまして、2000ライフを払って、自分フィールドのレベル4以下のモンスター1体を対象として発動できる。はい。そのモンスターと同じ種族、属性、レベルでカード名が異なるモンスター2体をデッキから特殊召喚する。同名カードは1枚までです。このカードの発動後、はい、ターン終了時まで自分はモンスターを特殊召喚できないといったカードになっております、はい、これね、強い、書いてること強いですが、これちょっとね、癖があるカードでちょっとね、迷いますね。これもいきなり、これサイドカードじゃないですけど、まあ、間違いなく、サイドカードにはならん、はい、うん、まあ、ならないでしょうね。現状のカードデザインというか、はい、はい。哲さんの方からお願いします。はい。はい、強さ。はい。なるほど。3、2、1と。はい。強さ3と。お願いします。はい。はい、まあこれもシェルさんが言ってくれたんですけど、書いてあることは強いと思います。やっぱり1枚を2枚3枚に変えていくカードっていうことで、はい、ライフポイントもですね、2000とかだったらそんなにその見返りに比べれば痛いことではないのかなと思うこともありますし、やっぱり強いカードだとは思います。はい。で、環境っていうことなんですけど、これ出した
効果を適用した後のことがちょっと問題で、今ってモンスターを並べたり高打点を立てたりってしても、その返されるというか、その盤面を制圧することが重要だと思うんですよね。そうですね。それこそ、まあ、1枚のカードでも、ね、ショックルーラーとかその制圧力が高いことが優先されるわけで、単純に並べるだけだと意味がない。かといって、はい、モンスターが多いことが弱いことではないので、間取っての2ですね、これも。なるほど、はい、で汎用性はもうコメントの方でも出てますけど、制約の問題ですね。やっぱりデッキはかなり選ぶと思うので1とさせていただきました。はい、はい、なるほど、わかりました。かなり難しい、これサイドカードじゃない、自分の方もいかせていきたい、はい、いきます。はい、強さに関しては判断だと思います。はい、はい、環境は、うん、どうでしょう、1、1に汎用性も1と、はい、あの書いてることはあの思うんですけど、めちゃめちゃ強い。これをスムーズにしっかり採用できる、なんでしょう、トーナメントデッキっていうのは現状あまりない部分があるので、まあわからないですが、まあ、書いてることがまあ基本的にすごい強いっていうか、2体だから特殊召喚だから、特殊召喚効果のだから特殊召喚時の効果が誘発されるっていうところがかなりメリットなので、そこでプラスアドバンテージ一つでも得れるものを、紹介に成功したと、チップ能力です、マジックでいうチップ能力みたいなものが発動するのであれば、さらにアドバンテージを得るわけで、その以降特殊召喚できないっていうのがかなり、まあそこは枷なんですが、だから単純に出た時にその時に効果が出る出ないものを2体並べても、多分ね21交換をしたとしても、あのその一体をスムーズに相手に除去されてしまえばチャラになってしまうので、そのまま出た時のさらに効果みたいな感じのデッキにおいては強さはマジで3、4、8切れぐらいな感じだと思います。はい、環境においては、うん、現状は、うん、やっぱりね EM とかね、やっぱ強いデッキが多いので、うまく組み込める要素が、うん、組み込んでメリットがあるかというとあまり、でもこれなんかね絶対使われそうなデッキかなと思います。はい、さあ超最強ミカド、お願いします。いったれいったれ、はい、いったれいったれ、自分も全部シェルさんと同じ数字ですね。はいはい、はい、同じ数字と言ったはずなんですけど、はい、なんかすごい振り切った数字されてますねこれ。はい、汎用性も環境もへったくれもないカードだと僕は思ってまして、まあサイドカードにもなるかなって思う部分はちょっとあって、例えば先行サイドとかですね、はい、まあそんな感じのスペースがあるんであれば、自分が先行を取るときに必ず打ちたいっていうことで強調できて面白いのかなって思ったんですけども、はい、使い方としては、やっぱりその、2個セットの、コンボが必要なデッキに入ってくるのかなと思うんですけども、例えばモンスターとトラップが必要であるみたいな、例えばですけども、はい、まあ、地属性獣戦士だったりで、その幻獣の角がどうしても使いたいっていうデッキは、そのこれを打ってモンスターを確保して、角の装備先を増やすとかですね。あとは、まあ、マジェスペクターで、その、モンスターを呼べば魔法罠が獲得できるので、使うと。はい、あとは、テスさんの大好きな、聖騎士ですね。あ、行っちゃった、行っちゃった。はい。マリン。行っちゃったかな、敵ターンに。だけ知らないです。敵ターンにエクシーズができるっていうところで、このデメリットを無視して、実は同胞の絆聖騎士が一番使いやすいんじゃないかなって思ったりするんです。ああ、言っちゃったかそれ。あ、そうですね、結界像オネストとかもすごい面白いですね。はい、自分からそのオネスト出して結界像を引っ張ってきて効果で手札に戻すとか、すごいトリッキーな動きができたりとかですね。まあ面白いカードなんで使ってみたい一枚ではありますね。はい、そうですね、はい、実際にデッキ組みたくなるカードが来たなっていう印象です。はい、以上です。なるほど、そういう感じなので、ちょっと面白いカード
ちょっとね、このカードちょっとね、多分そのうち使われそうな気もして、これを、まあ、組み込んだで、スムーズに。なので、ちょっと面白いことですね。ちょっとサイドカードではなかったんですが、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。皆さん、ありがとうございました。お次のコーナーは、おそらく、三河さんが荒べると思うので、よろしくお願いいたします。という感じで、このコーナー、締めます。よろしく、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、それでは続きまして、地雷デッキ研究所というコーナーを始めさせていただきます。こちらはですね、シルさんに代わりまして、ミカドが主導になって行っていくコーナーです。内容としてはですね、将来的に注目されそうなデッキやカードに着目してユーザーの皆さんに向けて紹介をしようというコーナーになります。内容は種別に変更しまして、時々、ユーザーの皆様からのリクエストにもお答えするという趣旨のコーナーです。はい。で、本日なんですけども、ですね、リスナーの方から、デッキ診断といいますか、その、ご自分の作成されたデッキを見てほしいという依頼が来ましたので、このコーナーで、デッキ診断を行おうと思っております。はい。ということで、はい、タイプは何かと言いますとですね、クリフォートですね。はい。いいですね。はい。最近見なくなったデッキなんですけども。はい。フリップご用意いただきました。本日のテーマ、デッキ診断。という形で、はい。強く使いやすく、まあ、作成された方のお悩みが解決できたらと考えてます。はい。それではやっていきましょう。まずですね、診断依頼の来たデッキレシピを、掲載しようと思います。じゃじゃん。はい、出しました。はい。こちらがですね、いただいたデッキレシピですね。はい。エクストラデッキが0枚の、まあ、サイドもご用意いただいてますね。はい。メインデッキが、なんとですね、クリフォードツールがいないんですね。で、で、上級のクリフォードと効果無効のカードがたくさん。まあ、鉄火祭の準優勝の、そのスキドルバルワに似たクリフォードみたいなデッキを彷彿とさせますね。はい。で、合わせて、ですね、端っこの方にいるんですけども、ブービートラップ E という最新カードも入ってます。はい。このカード何なのかっていうとですね、手札をコストに、永続トラップを手札か墓地からすぐに使えるという、カードなんですけども、はい。まあ、永続が多く入るデッキということで、まあ、このクリフォートにも採用されているというような状況ですね。はい。まあ、こうした新しいカードもしっかり入ってきて、すごい面白い、デッキになるんじゃないかなと思っております。はい。それでは、早速ですね、ちょっと見ていきましょう。まずですね、このコーナーの放送途中なんですけども、次の、URL に移行する予定がありますので、少し手短にお話をさせていただきまして、次枠の、別 URL の方でお話をさせていただこうと思います。はい。ということでですね、まずは最初に、デッキの方向性ですね、見極めていくような話が、できたらいいなと思ってます。ということで、採用されているカードの中からですね、まあ、このデッキって一体何をしようとしているデッキなのかっていうのを決定づけるに足るカードをピックアップしてお話ししようと思います。はい。ですね、スキドレと、聖杯、クリフォートラン、テキスト干渉系のカードが、多く入っていて、自分のクリフォートのテキストを、まあ、決して戦いたいんだろうなっていう方向性は、見えてきます。デモンズチェーンもですね、実は自分のモンスターに触ることができまして、まあ最近話題のツインツイスターとかにチェーンしてクリフォートがいるときに使うと、クリフォートが、レベルがでかくなるっていうような
特殊な動きもあったりするので覚えておくと便利かもしれません。それでは続きは呪縛で、また来週じゃねえな、呪縛で。はい、皆さんこんばんは。鉄遊戯王チャンネル192回放送の2枠目となっております。第9回鉄チャンピオンシップもですね、12月6日事前予約締め切りとなってますので、皆さんお早めにどうぞ。ということで行きましょう。クリフォードの診断ということで、三原さんに意気込みなんか聞いときましょうか。いやー、久々に見るデッキなので、ぜひ将来的な可能性も考慮してお話できたらいいなと思ってます。じゃあ期待しましていきましょう。じゃあ三原さん、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日はですね、デッキ診断ということで、リスナーの方からデッキレシピをいただいて、いろいろ見ていくということになりました。はい。ではですね、デッキレシピの方を改めて公開させていただこうと思います。デッキ出しとき、出しの、一応 URL の貼ったんで、画面で見づらい方はそっちで補填していただければ。はい、はい、まあ、雰囲気これで味わってください。はい、はい、ではですね、まず特徴的なカードとして、ブービートラップ E というものが採用されています。おそらくこのデッキの、やりたいことの一つなのかなって思うんですけども、まあ、遊戯王の一つの歴史かなって思うんですけども、永続カードと魔法罠破壊、まあ、マジックでいうとこのデッチャンみたいな、割るカード、割られるカードっていういたちごっこがあるんですけども、貼られて負け、割られて負けっていうことがしょっちゅうあります。で、まあ、今回永続に対して特に新しい方向性でフォローをすることになったのが、このブービートラップっていうカードでして、まあ、よくある、割られる、貼ると割られる、割られたら負けっていう永続の欠点を、まあ、墓地に戻すのと、まあ、敵ターン中でも設置してさらにすぐ使えるっていう、二つのアプローチで、なかなか新しいやり方で、採用されているサポートですね。まあ、今回はですね、このカードも、まあ、一つの、このデッキのギミックとして、強調していけると、まあ、デッキの構築が引き締まるんではないかなと思ってます。はい。で、先ほど、冒頭でお話したんですけど、まあ、クリフォードツールが入っていません。まあ、ですね、テッカ祭という我々がまあ、夏に開催させていただいたイベントでも、まあ、そのような構築で準優勝という方がいらっしゃったので、まあ、同じコンセプトなのかなと思ってるんですけども、まあ、今だと確かに雪うさぎとか台風とか入れる眼差し、ツインツイスターなどですね、対策できるカード結構ありますので、まあ、ね、その、貼っても自然に割られてしまうっていうような部分があるのかなと思うんですけど、まあ、それでも唯一カード枚数をプラスにしてくれるカードではあるので、それほどツールっていうカードは強かったりするので、まあ、採用の検討はしておきたいところです。はい。では、クリフォードを使うにあたって、まあ、注意すべきことっていうのを簡単にまとめてみました。今何を警戒しないといけないのかというところですね。はい。まず一つ目が揺れる眼差し。今だとですね、エンタメイトが対応する魔法なんですけども、まあ、クリフォードツールっていうカードを使う場合ですね、まあ、相手のスケールと合わせて、眼差しの第三効果まで、ぶつけられてしまうんですね。場のカード除外っていうところなんですけども、まあ、モンスターも、永続も、少ない枚数を大事にしていかないといけないっていうデッキなので、まあそこまで直撃してしまうと、まあデッキとして死んでしまうことになってしまうので、まあそういった意味でもツールがないっていうのは現環境を見てのデッキの組み方なのかもしれません。はい。で、もう一つがツインツイスター。もうこれはもう、罠デッキの宿命とも言えるような一枚かもしれません。もうとにかく割ってくると。で、これをですね、ブービートラップを使った場合にしても、まあその、ブービートラップを使わない場合にしても、まあ、どちらにしても、まあ、このカード、ツインツイスターというのを回避しながら、デッキとして勝利を目指したいところです。まあ、この二つは特に警戒しましょうというところで。はい。で、次にですね、まあ、今回の、デッキレシピの方、クリフォードツールが入っていないんですけど、まあ、ツールがないことで考えるべきことっていうのが結構あったりします。特に重要なところをピックアップさせてもらいました。クリフォードツールがないことで考えること。モンスターの供給ですね。今回なんですけども、まあ、その、召喚師のスキル等もないので、モンスターの枚数にどうしても不安が残ってしまいます。あとはですね、クリフォードランだったり、禁じられた聖杯みたいに、その、
コンボカードも非常に多いので、こうしたデッキタイプの場合、モンスターの確保が失敗すると、そのまま負けにつながってしまうことが多いんですね。合計も、まあ一旦に一回で、かつ、確定でモンスターが引けるわけではないので、引きたいカードが引けるってわけではないので、まあそれだったら、もうモンスター自体の枚数を増やす、継ぎ足すか、まあ、ナリキンゴブリンとか、カードカーディーみたいなドローサポートが欲しいかなと思ったところです。あるいはですね、その、例えば、高校を取っても受ける構築にして、ドローフェーズの基本のドローを増やして、相手よりも増やすことで対応していくなどですね、していくべきかなって思うんですけども、まあそうなると余計にクリフォードツールっていうカードは重要になってくるので、まあ、そうなってくると現実的ではないのかもしれません。はい。ということで、デッキを強化する方向性を考えてみたいと思います。はい、次の回、お願いします。はい。よいしょ、デッキを強化しよう。はい、デッキを強化していきたいと思います。まず一つ目、カウンター各種の選定。ですね、こちらのデッキレシピを、ご覧いただけばわかると思うんですけども、トラップの特に一番最下段の方ですね、一積みのカードがわらわらと並んでると思うんですけども、例えば神の警告とか魔球の賄賂で、まあ、3積みできるけど1枚しか積まれてない、通告などですね、まあ、カウンターが、どうしても心もとないっていうところがあります。で、例えばハーピーの羽暴起とかベルズビュートみたいに複数除去から守るんであれば、例えば大学名会社を3積みするとかですね、まあ、ツインツイスターからも守れますし、そんな風にですね、まあより一層そのデッキとして本当に消したいものの焦点を定めた方がいいように思いました。この、スキールドレインとか、そのクリフォートランとか、もうはっきり使いたいカードがある一方で、この辺が結構デッキとして迷いを感じられるなと思ったので、もうはっきりしてしまった方がいいのかなと思います。はい。で、合わせまして、やっぱエクストラデッキは欲しいですね。まあ何にしても。はい。エクストラデッキがないことでの、ないことで効果を発揮する、例えば、妖撃の帝王みたいな、その、そういうカードも別に採用されてるわけではないので、であるんであれば、その、まあ、エクストラがあることで、やはり展開パターンだとか、採用できるカードの広さに幅が出ますので、まあ、その辺は少し検討したいなと思ってます。ということで、いくつか考えてみました。カード紹介に移らせていただきます。はーい。はい。まず、一つ目がですね、エクシーズ・ユニバース。ユニバース。はい。ユニバース。いいガンダムですね。はい。悲願やルーラーに立ち向かっていけるトラップなんですけども、あ、そうですね。スターライトロードがあるにもかかわらずエクストラが0枚という、ちょっと矛盾も感じられる部分があったりしますので、まあ、まず一つが、こうした部分ですね。幸いですね、クリフォートっていうデッキは、デッキの基本ギミックとしてはエクストラに触らないことが多いので、こうしたそのカード単品、まあ、環境によってはその超融合みたいな、そういった新しい戦略を獲得することもできます。まあ、クリフォート全盛期には、こうした、特化した除去カードっていうのはなかったものですから、まあ、いろいろ見てみると面白い発見があったりするかもしれません。まあ、ツールを貼らずに置いておくと特殊召喚もできるので、まあいいかなと。はい。まあで、せっかくなんでこのユニバースを使って、ウェルカードで、いろいろ探してきてみました。まず一つ目ですね。アイガイオ。出た。はい。出た。三原さんと同じぐらいの大きさですよ、これ。すごいでかいですよね、これ。はい。まあ、最新中の最新カードなんですけども、実はレベル8クリフォート2体で作ることも可能です。エイリアスみたいな。でですね、効果を2つ持っておりまして、で、特にですね、この効果1なんですけども、もうすごくてですね、敵ターンにも使えて、で、さらに素材コストが不要、オーバーレイユニットが不要っていう、もうなんか言うだけただを絵に描いたようなカードです。出た。これで一旦中にですね、ガシガシエクストラを消していけば、まあ相手の戦術をかなり絞れるなと。はい。で、さらに効果2を使うことで除去にもなったりします。はい。で、あとはですね、グレートマグナス。もうこれも最新中の最新です、ね。でかい。この三河さんと同じ大きさですかね。すごいでかいですね。はい、まあ。単純にですね、もうテキストは全然使えないんですけども、このデッキだと。
ベアトリーチェが2体並んだりするような場を唯一奪える1枚なんですね。なんで、まあ、特に効果はないんですけども、まあ、3600ってゲームエンド級の攻撃力だと思うので、まあ、ぜひ入れてください。はい。で、続きまして、サイバードラゴンインフィニティ。出た。はい。ずっと出たしか言わない。いや、これ本当に出たでしょ。自分のデッキ的なものも。したね、このカード。はい。はい、ですね、ダンテ2体を除去できるっていう、ランク3 2体をですね、消して、まあ、出てくるっていうところで、最近ちょっと使われているカードですね。はい。まあ、後続を、その、素材が手に入ることで、相手もサポったり、カウンターを弾いたりとかですね、そうしたこともできるので、まあ、面白いカードかなと思います。はい。でですね、他には、クストラを使う戦術だとですね、デビルフランケン。出た。はい。さっきから出たしか言わない。これ本当に出た。まあ、雪うさぎが若干怖いところではあるんですけども、まあ、最終戦士っていうカードを通して、ゲームを、かなりコントロールできるようになったりしますね。はい。クリフォードツールを先に出しちゃうと特殊召喚できないので、順番には気をつけましょう。はい。で、まあ、クリフォードっていうデッキを見ると、どうしてもツールを意識されて、雪うさぎをサイドインされかねないので、ちょっとこのプラン怪しいかなって思うんですけども、まあ、対して、3積みできるベーラーをサイドアウトしてくれる時があったりしますので、それを逆手に取って入れると面白いかなと思います。まあ、状況によって、使ってみると面白いのかも。ということで、ですね。まあ、それらを踏まえて、自分でもデッキレシピを考えてみました。マジですか？はい。ちょっと掲載いただいていいですか？はい。はい。ちょっと URL の方も案内しておきますね。パソコンで、デュアルディスプレイじゃないですけど。はい。URL の方に貼っておきましたので、画面見づらい方はそちらでも確認してください。はい。はい。じゃあ、こちらですね。はい。超最強ミカドスペシャルクリフォードですね。いやいやいや。クリフォードツールはやっぱ入れてみました。モンスターの枚数がどうしても、確保したいんですけど、総量を増やすっていうよりも、やっぱりこのカードを使うことで、クリフォードをどんどん供給していった方が、デッキとしてモンスターが確定するんで、そうなるとどうなるかっていうと、強力な謙虚、合剣で探すようなカードを、モンスター以外に絞ることができるんですね。ツールがいないと、合剣でめくったときに、モンスターも、他のカードもどっちも欲しいっていう状況になると、プレイに支障が出てしまうぐらい迷いが生じるので、まあ、それはなくして、モンスターはこれで取っていくと。で、合剣で他のカードを探していくことで、まあ、きっちり、モンスター、魔法も両方揃うよっていうような、盤面を目指します。はい。で、合わせて、ですね。まあ、ブービートラップは、ぜひ使ってみたいなっていうところあったんですけども、手札コストがどうしても必要になりますので、それだったら、まあ、やはりツールで供給していく、いかないと、物量差で負けてしまうので、まあ、そういった意味でも採用してます。はい。で、合わせて、やっぱりその、まあ、このブービートラップなんですけど、やっぱ使うんであれば、その、先手だろうが後手だろうが、発動することができて、で、かつ、場に対して、ある程度の制圧力を誇るカードを、使っていくべきだと思うんですよね。デモンズチェーンも確かにすごく面白いカードで、永続だからこそブービートラップでできたの使えるっていうところはあるんですけども、ただやっぱり1体しか見られない。一枚のカードを抑制しても、やっぱり後続がどんどん、投げつけられてくるのが今の遊戯王なので、それだったらもう、全体的に抑止力をかけるスキルドレインとか、軍用発狂みたいに。ということで、午前試合を採用しました。はい。で、合わせて、大革命返しがフル投入されてます。どんだけ革命したいんですか？これはちょっといろいろ考えて使ってみたんですけども。4枚ぐらい入れますか？まあ、やっぱりその、なんですかね、ツインツイスターっていうカードに、環境がシフトしてきてるのと、まあ、揺れるまなざしも打つんだったら複数巻いていくことになってきたり、まあ、ペンデュラムマジシャンとか、ああいうその、スタローみたいに自分の場以外で複数触ってくるカードって今増えてますので、まあ、使うんだったらこんな感じかなって思いました。
バニティスペースが若干怪しいかなって思ったんですけども、ペンデュラムデッキが使うバニティスペースを今ちょっと注目してまして、まあその、墓地にモンスターが行かないので、そのまま、特殊召喚、止めて、サイズのでかいモンスターたちで殴っていくっていうのは、デッキ的にもまあ悪くないのかなと思って採用してますが、まあここは全然調整できるわけかなと思ってます。あと、まあ、こういう制限カードの永続はなって、まあ、バニティスペースぐらいしかないとは思うんですけども、まあ、ブービートラップで使い回すと、やっぱり、その、制限カードが複数回使えるってそれだけで強かったりするので、まあ、そういった意味でも、ちょっと一本刺してみました。はい。で、他にはですね、まあ、いろいろありますね。はい。クリフォードツールを使わなくても動ける、プランも目指して、サイドデッキに魔封じの方向を入れたりだとかですね。まあ、魔封じデビフラで最終戦士魔封じとかすると結構エンタメイト系のデッキはきつかったりするので、そういった風に、まあ、作戦を練ってたりもします。はい。ペンデュラムゾーンに、カードがない時の、動きでちょっと面白いのが、クリフォートを、まあ、サクリフォートつけてリリースしてディスクを使ってデッキからクリフォート2体を出して、その2体でエクシーズしてこのアザトートにつなげるんですね。でそしたら、相手の場の、相手の手札の、まあ、手札誘発、ダメージアグラーとか、雪うさぎとかを無視しながら、スケールを張って、ペンディラムをすると、ワンキルがしやすくなったりするので、そういった意味でも採用しました。はい。かなり面白いカードだと思います。ディスクと、アザトートだけでもう5戦近くライフ削れる中で、モンスターも複数並べると、もうそれだけで相手死ぬんじゃないかなっていう動きもあったりします。はい。あとですね、まあ、その、ラバルバルチェーンなんですけども、これがエクシーズ召喚できると、このカードって実は何でも落とせるんですけど、まあ、永続罠を落として、ブービートラップで使うと、面白い。なんで、ちょっと入れてみましたが、ペンデュラムゾーンにカードがない時のクリフォートが2体並ぶって結構、稀有な状況なので、あんまり狙って目指せないのかなと思ってます。はい。こっちからの穴を拾っちゃすごいですね。いやーすごいですね。まあ他にも、魔法とかも、フェニックスブレードとかも実は落とせたりするので。なんでちょいちょい自分出すんですか。あんまり見ないチェインの動きができたりすると面白いかなって思うんですけど、まあそれをクリフォードでやるのかって言われたらちょっと悩みどころではあるんですけど、ちょっと採用してみました。はい。そうですね、はい。最初に、まあ他にもサイドデッキだと、彼岸対策はやっぱり、クライミラーがすごく強いので、ぜひ使ってみてください。はい。まあ、永続カードなので、ブービートラップと使い回したりもできます。面白い。はい。まあ、そんな感じですね。とりあえず、制作者の方のメインデッキが、すごい、なんでしょうね。効果無効にして、クリフォートで殴るっていう、すごい分かりやすいプランを持っていて、それを、実現するために必要なカードは全部3積みされてるんですけども、その3積みしたカード以外の部分が、すごく迷いを感じられて、まあ、デッキがその、採用されてるカードの枚数が1枚だとか2枚だとかっていう風にばらけてたりするのと、例えばその、スターライトロードがあるのにエクストラデッキがないとかですね。そうで、ああ、多分これはクリフォートをペンデュラムゾーンに貼ってると出せなくなるからだろうなって思ったらそもそもツールがないっていうような矛盾とかもあったりしましたので、そうした部分で迷われてるのかなと思ったので、そうして迷うぐらいだったらまあ、そのクリフォート自体の、持ち味というか強みっていうのはやっぱりしっかり引いて使って、場にカードを並べていくべきだと思ったので、このような形にしてみました。はい。モンスターは、しっかり引けるんじゃないかなと思うので、はい。これで、ぜひ、
使ってみたらどうかなと思います。レベル6クリフォートに関してはちょっと枚数悩んだんですけども、ゲノムが2だったり、アーカイブが1だったり、まあここはもう状況によって、例えばダンテとか、そういう破壊されるとまずいようなモンスターがいっぱいいるってんであればアーカイブ増やすべきだと思いますし、そうじゃなくて通告をどうしても弾きたいっていうんであればやっぱゲノムが、枚数増えてくると思いますし、はい。このあたりは、状況によるのかなと思います。はい。はい。あとはやっぱ、クリフォートディスクですね。このカードでモンスターがいっぱい並ぶと、それだけでゲーム終わるスピードが速くなるので、面白いかなと思います。はい。ということで、クリフォートの今後について最後お話をさせていただこうと思います。はい。まあ、罠の採択によって動きが本当に変わると思います。例えばですけど、先にツールを貼っておいてから敵ターン中に魔封じの方向を使って相手の動きを止めつつ自分だけ動くっていうようなアクションはペンデュラムカードがいる環境だと必要な動きになってくるのかなって思います。こういうワンサイドな動きですね。はい。で、2点目が、制限されてるカードなんですけど、まあおそらく戻ると思います。クリフォートなんですけども、モンスターに関しては、新規の望みがほぼありません。まあ、どういう原理かは元ネタを遡るとわかるので、割愛させていただくんですけども。ただですね、そのサポートカード、魔法罠とかは今後増える可能性がゼロではないと思います。そうした中で、まあ、クリフォートっていうデッキの再建を図ろうとするんだったら、まあ、今規制されてるカードを緩和するしかないのかなと思ってますので、おそらく、まあ、サクリフォートのツールも緩和されるんじゃないかなと。しかも相当多くない将来戻ってくる可能性があると思います。ので、まあ、こうした、サポートカードは持っておいて損はないのかなと思ってます。まあ、いろいろ長くお話をさせていただいたんですけども、最後、自分から一言フリップをご用意させていただきました。出ました。はい。もういいじゃん。クリフォの規制をほどいてよと、五七五で、まあ、間三つをみたいに作ってみました。はい。まあ文字が見えないんでちょっとアイコンでかくするのやめてほしいんですけど。はい、文字が全然見えないんで。はい。はい。まあ間三つをみたいに詩を書いてみたんですけども、まあクリフォの規制はもうほどいていいでしょうと思います。はい。まあ今の環境というか、遊戯王のカードすごく強いので、クリフォードぐらいが戻っても全然 OK かなと思っていますので。もういいじゃんと思ってます。はい。すごいリスナーの方々も帰ってこい帰ってこいっていう声がすごく多いので。はい。やっぱりクリフォート好きな方多いのかなって思いますね。テスさん的にはいかがですか？クリフォートですか？はい。機械族中、なんかロボット系っていうのは、思い入れがありますけど、そうだな、クリフォードだからっていうのはあんまり思い入れがないかも今日のオチとしてはあれかもしれませんけど、そうですね、まあけどね、このクリフォード使いでね、はい、すごくいい方に巡り会えているっていうのはありますのでその辺は期待したいですけどね。そうですね、はい、はい、まあ、ぜひまた一時代を築いたカードでもあると思いますので、まあ、ペンデュラムの先駆けというか、そうしたカードでもありますので、まあ、環境に戻ってきて、また戦えるようになると面白いのかなって思います。はい。それでは、本日の地雷デッキ研究所は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあ、ちょっとあと残り時間がないんで、もういきなりコーナー変えたみたいなね、ちょっと作戦を使ったんですけど。はい。じゃあ一応トップが変わりました。もうこのほんの少しの時間で、ちょっとだけ TCS9 の宣伝して帰ります。帰るんじゃねえよ。閉めます。はい。いかが聞いてる？はい。はい。でですね、地雷デッキとかサイドカードということで、結局、この年末の大会は厳制限で行って、
その TCS に来る方いろいろいると思うんですけども、その対策ということでね、ちょいネタということで、現在大会ページでですね、過去に入賞したことがある方にインタビューしてます。で、これは気持ち的な部分もあるんですけど、デッキ構築などもですね、参考にしていただきたいっていうのがあって、で、インタビュー内容の中にですね、ちょっと気をつけた方がいいこと、勝つためにはっていうところ、ちょっと意図しているところがありまして、まあ、TCS の対策ですね、どんなデッキ来るのっていうのところで、まあ、自分が結構毎回言ってる内容ではあるんですけど、いろんな参加者がいるということで、いろんなデッキあるので、皆さん広い視野を持って臨んでください。今回もありがとうございました。